はい、どうも皆さん、こんにちは、コスケです。久しぶりにね、ちょっと下準備が終わったんで、100回死んだら即終了、鬼畜縛り実況その2ということでやっていきたいと思います。で、今回ね、水の神殿に行くんだけど、とりあえずまあそこに行くまでのイベントだね。ボルカノンさんがこの、置いてある木をぶっ壊してくれる。これすごいよね。これで新エリアに行くことができますと。で、前回の動画では、まあほんとギリギリでね、琥珀ちゃんのなんかアンブロシアを倒すことができたんだけど、今回はね、どうだろうな。レザーグローブこんなんいらんのよ、使わんから。で、そのね、俺ちょっと寝続けたいんよ。今このデータ650年とかで、ステータスが結構ね、すごいことになってるんやけど、これ今、俺のその主戦力が鎌なんだけど、前だったらクワで戦って、一発ね、35とかダメージ食らわせることができたんよ。でも今は、えい。そう、火力ね、400ぐらいでダメージが出るようになったんよね。鎌をこう、本気出しすぎて。あ、馬の声聞こえるね。で、今回はとりあえず、馬のボスを倒すまでか、まあ道中かのどっちかやね。で、見てこれ今全体的にスキルこう低いんだけど、睡眠スキルだけ576っていうね、これマジでえぐいと思う。もうほんとね、全然なんか強さがおかしくなってるからね。前と比べて10倍ぐらい火力上がってる。レベルは変わってないんだけど、レベルは ほとんど変わってないんだけど、そうで、こういうのもね、ちょっとスキップさせていただきます。もう早く行きたいから。でも一応まあ道中に、ね、不正なんてねえか。持っとるんクソみたいな武器だけだしんで。ええ。でもね、この、射程っていうかね、片手剣とかと違ってコンボがないから大変だね。で、ここは、結構イベントが多いんよね。ダグが。ダグのイベントも入るし、こう入った時に。うい。すげえ、やっぱ一撃で倒せるわ。すげえ。ここでダグが来るんよ。そう。で、ダグがドーン言うて。ダグ何してんだ、何してんだ。はい。もういいから、もう、はい。ファイアーボール。あ、もう使わないんで、こんな。回復魔法だけ使っていい。リュンスピア。もうね、そういう話はいいんよ。とりあえず、まあ、主人公はここに、新たなるね、なんかこう、ルーンスポットっていう、なんか、いい感じの場所を探しに来たと。もう 2とかしか食らわんからね。おい、今ちなみにレベルが8。すごい、88。まあここ適正レベルなんかな。えいうい。ちょっと力上げすぎた問題あるな。ちょっともうとりあえずできるところはもうどんどん飛ばしていって、あんまね、ここはこのエリアね、探索するようなとこでもないんよね。ここに魔法が入ってるんやけど、まあ一応売るために。で、このアイテム見つけるだけ見つけておいて、何だったんだろうあれみたいな。で、ね、歩行スキルとかもね、結構上がっていくんよ。で、こいつとかどうだろう。痛い。えい。おー、こいつもワンパンか。すげえな。もうなんか怖いもんないもんね。とりあえず、多分ここのエリアは、めちゃめちゃ簡単にクリアできると思うんだけど、ちょっとね、このエリアクリアした後にやりたいことがあって、近くの、なんか、黒曜館っていうエリア行けるようになるんだけど、そこのね、横の、なんか木生えとるところから、グリッタ奇跡が取れるね、木の苗をゲットできるわけよ。で、俺はちょっともうそれを、押していきたい。で、これおにぎりとかも、待って、危ねえ。投げ捨てようとしたら、間違えて B ボタンで食うとこだった。危な。俺このデータ株以外食べることできんっていう縛り設けられてるから、しっかりしていこう、そういうところ。えい。当たり判定がちょっとガバなんだよな。もう強いとかじゃなくて、もうシンプルになんかこう、敵の出だしが遅いっていうのがある。あ、この坂、なるほどね。そっちから、こっちから行かんといけんやつね。だってかマジで懐かしいな、このエリア。この坂のたち、一発かな。おー、いいね。やっぱいいなぁ、これ。めちゃめちゃ楽よ。ここは、あ、おぼぼ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 
行きにくい行きにくい。あ、ここはこれを壊してこう、おお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 おいしょおいしょ。もう俺見て当たらんからねこれ。グリッタ奇跡でやっぱ射程伸ばすしかないな。本当にそれせんかったらちょっと問題がある。でこれを開けると、で反対側にもなんか似たようなねスイッチがあるんよ。だから開けると、やばいな。ちょっと動画の俺マジこういうの7分ぐらいで収めたいんだけど10分ぐらいかかりそうだな。よいしょよいしょ、やばいやばいやばい、まあ、全然やばくないんだけど、よし。いつもさ、もう、カマ振るだけよ。で、これも、スキルレベル上げ用に取っておくだけ。いらん、これ、マヒロンとか、ペラペラ丸はいらん。えい。えい。あ、いらないね。で、あ、これもあれか。敵倒さんといけないやつか。こいつら別にそんな全然強くもないからね。よいしょ。よいしょ。あとね、睡眠レベルっていうか、まあ、俺ちょっと今、なんか、動画にするために、その、睡眠レベルのカンスト値をね、探してるんやけど、あ、睡眠レベルじゃねえわ、その、ね、年間年数、このゲーム何年までこう、いけるのかっていうのを探してるんやけど、何年までいけるんだろうね。900、なんかね、999かなって思ったんだけど、なんか、3DS 版で2800年までいっとる人がおったらしくて、やっぱちょっとそうなんかなっていうとこはある。で、はい。こいつが、こいつがね、こいつを倒したら今日は動画終了。やばい。これしっかりとね、この、避けって、避けんくていいな、別に。一応、あ、このバリバリ避けよう。で、こう、近づいて切る。はい、あ、これ、ピヨピヨするから。あ、待って。もうさ、ちょっとやばいわ。あの、寝すぎたせいで、めっちゃ弱く見える。えい、えい、えい。寝すぎたせいでっていうかもう、うん。寝る子は育つ理論半端ないよな。よいしょ。よし！ということでね、この僕の圧倒的睡眠成長スキルに、の前ではね、何者も、灰になるという。はい。したら、ディラスくんが、ね、復活するわけです。で、また、多分ね、次、パート3にするのは、多分ね、1200年ぐらい寝た後かもしれん。はい、とりあえず噂のね。よし、ということで、ストーリーはまあ皆さん勝手に見てください。ということで、今回は、まあ簡単にね、一回も死ぬことなくいけたんで、まああと99回死んでもいいということです。それでは、さよなら。